今日は新しいヘルメットを購入したのでちょっとご紹介しようと思います。といっても私のヘルメットではなくって、主人のヘルメットです。主人はね、この頭頂部の部分が多分蜂と同じぐらいのまま、上にねこの頭が先細ってないようで、もう普通のあのヘルメットをかぶっている時はいつもここねずっと押さえつけられているようで、とにかくツーリングの先でも、もう頭がすごく痛くなっちゃって、もう我慢できないぐらい痛くなっちゃって、途中で止まってヘルメット外して休憩しないと先に進めないようなこともありました。今回買ったヘルメット、じゃあどういうものかといったら、これウィンズジャパンという会社の、メーカーの G-Force SS ジェットです。早速開けてみます。開ける前にこれね、こんなのがついていて、シールドの保護フィルムとか、それから製品タグとか、そういうものを外さないまま試着をしてみて、もし合わなかった時にはここに交換引き換えはがきなんかがついているので、これで交換もしてもらえるようです。これ購入した方気をつけてください。ということで早速開けます。一遍ね、開けて試着はもちろんしているんですけど、これこれです。ジェットヘルメットなんだけど、ものすごい軽い。そして、この部分、中のこの部分が広い。もうね、主人の元のヘルメットとこうなんか比べてみたんですけど、やっぱり全然ね、当たるところが少ない。もともと使っていたのはこの、OJK カブトの風見でした。サイズは XL で、この XL しかな、 XL が一番大きいサイズだったので、もうねそれ以上大きいのがなかったんで、ここがとっても痛かったんだけど、このファイザーのこの上のところ、ファイザー、ここから上の空間が全然違う感じで、しも、試着をした途端にもうね、喜びの笑顔みたいな、ここが当たらない、ここにちょっと空間がある。前この金網をかぶる前に持っていた、それはジェット型だったんですけど、ジェットヘルメットは XL まであったんですよね。もう1サイズ上まであって、本当はこの風見もそのサイズを買うつもりだったら、なんとそのサイズはなかったんですね。で、泣く泣くというか、それしか、自分の頭に合うものがなかったので、それをつけていました。金額のこのランクのもうちょっと高いものは XXL まであるんですけど、大型バイクに乗ってるわけでもないし、楽しくね、ちょこちょこいろんなところにツーリング、するぐらいなので、値段帯としてはここのものを、今と同じものを探していたので、これは価格もねお安いです。そしてこの見えるかな、バイザーもついています。そして驚きなのはここにある、これフェイスガード。これね、ジェット型なんだけど、フェイスガードを取り付けることができて、そうすると、この視界がね広いのが特徴なんだけど、この何だったかな、ワイドビューフルフェイスヘルメットに早変わり。多分うちはこれがあったから、もうヘルメットもう絶対買うっていう決め手だったかもしれません。もうね、そうそう、今言ったようにここの視界が
広いのも特徴だし、それからベンチレーションも大型ベンチレーションがここについていて、多分これはとっても快適なんだろうなと思います。中もね外して洗えるし、これからの季節にもバッチリ。まあ、この本体、ドライファイバーシェルという、ものらしくて、ドライファイバーは違う、ドライファイバーシェルは、プレス時に高い圧力を均等に加えて余分な樹脂をシェルに残さず厚みを安定させることで耐衝撃性と、分散性を向上させ、安全性を損なうことなく軽量化させたシェルですといったそうものだそうです。本当軽い。でもね、そんなに重い方じゃなかったんだけど、下比べてもすごく軽い。これは頭のこの、大きさに悩んでた方もおすすめだし、それからちょっと軽くて、まあ、手頃で安全性も高いものを選ぼうと思ってた方にもすごくおすすめです。もうでも私は、一緒にツーリングに行った時に頭を痛がっている主人を見なくてよくなるのですごく嬉しいです。ウィンズジャパンのフォース SS ジェット調べてみてください。私は逆に頭がめちゃくちゃ細くなっていて、どんな小さいヘルメットをかぶってもなんだかゆるゆるして、ここにクッションとかも足してるんだけれども、まぶかになってしまったりして、ちょっと今まだ調節中です。いい方法あったらまた教えてください。それではチャンネル登録、それからグッドボタン、またよろしくお願いします。